2曲聴いてもらいました。我々は、はい、ヨコスカンズです。何のこっちを見ているの、はい、すいません、ちょっと緊張。あ、我々はヨコスカンズです。我々はこういうふうに、東京スカパラダイスオーケストラのコピーバンドをやっております。知ってますかね、東京スカパラダイスオーケストラ。はい、いっぱいいますね。でね、今日は、大豆さんに声をかけてもらって、このステージ出させてもらってます。大豆さん、ありがとうございます。今日はね、イベントの最初から最後までずっと楽しいですよ。体を揺らしながら、手を叩きながら、好きなように踊って楽しんでいきましょう。よろしくお願いします。それではね、次の曲、ねえ、まだ終わらない旅を続け、探し出せばいいの、夢の中一人ごと行く君を追い、
どうでした？いや本当にね、もう皆さんもいっぱいなんか楽しんで、ね、くれそうな雰囲気は伝わってますただまだまだ足りないんじゃないかなと思うのは僕だけでしょうか。いや間違ってないと思う。間違ってない、はい、間違ってないと思ってます、はい、まだまだ盛り上がれますか。まだまだ盛り上がりますか。まだまだ盛り上がりますか。ここね、ちょっと落ちた。あ、そうでした、忘れてました。あの、この間ですね、こちらのステージで私たち立たせてもらったんですけれども、その時に、私はよく妊婦さんに間違えられるんだっていうお話をしたんですね。ちょっとあるもので、でだけど違うんですよっていう話をしたんです。でいろんなバンドさんと一緒にその後打ち上げに行ったんですけれども、打ち上げの席で、あ、さっきのあの妊婦の人、あ、あの妊婦の人、あ、妊婦の人、あ、あの人妊婦なんだって、まただから妊婦じゃねえっつう話をしたんですけど、また妊婦になってしまったんですよ。みんなの中で頭の中事実とは違う。なので今日はみんなが間違えないためにマリリちゃんは歌を作ってきたので、はい、歌ってみたいんですけどね。想像以上でした。はい、ありがとうございました。ね、メインの歌よりリバーブかかってましたよ。なんか練習量がすごい伺える感じの歌だったけど。毎日お風呂場で。毎日練習したんですか。リハしてました、ね。はい。はい。で、この歌、誰がこれで歌ったらいいじゃろうっていう歌でしたっけ、日和慎也さん。まあ僕が言いましたけど。ね、天才。天才らしいです。悪いよ。ちょっと適当に言っただけだよ、はいはい、ちゃんと拾い上げて、よくやったと思う。よくやった。1番は日和くん、ね、2番は私が作った。明菜ちゃんが泣いてますよ、ね、今度謝りに行こうね。いやー本当 ね、 ね、いやー本当に付き合っていただきありがとうございます。ありがとうございました。そうですね、はい、
Thank you.
盛り上がってますか？ありがとうございます。こうもっともっとこう盛り上がる曲やってきますからね。雑雑すいません雑、はい、何回も言わない。いや僕めちゃくちゃ暑いんですけど皆さんどうでしょう。暑いですか？もっともっと ねしっかり運動して今日はいい汗をかいて、ね、イベントを覚えていきましょう。次ですね、はい、グロリアス。グロリアス。We'll be right back.
ありがとうございます。